ちは夫婦 Vlog を中心に動画投稿しております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。チャチャカチャカチャカチャ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 カチャカチャカチャ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 カチャカチャカチャ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 カチャ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 ンチャン。チュママズクッキング。今日の料理はこの4種類となっています。まずはハンバーガーを作ります。はい、完成。完成しましたけども、時間かかるね。次はこれです。はい、できました。やった。はい、こんな感じで4品出来上がりました。まあ結構難しいですね、綺麗に作るのが。まあ、説明書がここに書いてるので、まあ手順的には分かりやすくできてますね。ただすごい仕上がりはこんな感じですね、散々です。まあ結果、まあでも楽しかったですね。一人で黙々とやりましたけど、まあ、お子さんがいる人は、まあ、お子さんと一緒に楽しくできるんじゃないかなと思います。まあ、チーク菓子はこんな感じで終わりたいと思います。はい、次は夏祭りです。行ってきます。じゃあ、あれはベビーカステラ。ベビーカステラ。その中に。その中に実は一個。はい。デスソースを。一個だけ。何個作る？何パン？20分の1。で、ソースが。ソースが。何？デスソース。もうやばいわ。説明しよう。デスソースとはアメリカのブレアーズというメーカーの商品名で、デスが英語で死を意味するように、死亡する危険性もあるほどの強烈な辛さのソースになっています。
今回使用のサドンデスソースジョロキアの辛さの数値は10マスコミ。この辛さの位置づけとしてはタバスコソースが5000スコミ、タカノツメが5マスコミ、ハバネロペッパーが40マスコミルなのである。どこどこたぶん普通のタバスコより何倍もとか、うん、タバスコは基準がわからんことこうなんこれ星5や、基準がもうわからへん、うん、でもヤバそうなわ、やばい、初めて見たなんか激辛の対決みたいな感じで見たことあるけど、じゃあもう激辛なんや、うん、カットも初めて、フィギュアやわ、はい、ロシアンルーレはい、どうぞ。ビビった分、うん、マシなでも、あ、後からくてどんな感じ、あ、で、まあ、ベロがビリッとしてくれるやばいあと後からくんだ、あ、そうもう、ずっとなってくるんだ、うわぁなんかな、さ、瞬間な、ちらっと赤いの見えてるかなこれ、もしかして持って食べたら当たりやったいや、でもちょっとだけでもそれだけ食べるの、あ、これ結構やばいな、今涙出てきた、うん、まあ